エゴブロックで作った世界遺産平泉中尊寺金色堂完成披露会を始めさせていただきます。私本日の司会進行を務めさせていただきます田口真由美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそれではまず最初に今回世界遺産平泉中尊寺金色堂が制作されましたエゴ社岩手県のプロジェクトについて少しご説明をさせていただきたいと思います。右手側に見えますでしょうか、パワーポイントの画像もございますので合わせてご覧いただきたいと思います。本プロジェクトは岩手県とレゴ社による地元と一体となった取り組みとしてスタートいたしました。震災復興の希望の象徴となった東北の世界遺産平泉は世界遺産登録1周年を迎えます。東北岩手の復興観光活性を願ってレゴジャパン全面協力のもとレゴモデルビルダーである直江平泉中尊寺金色堂をレゴブロックで制作いたしました。レゴブロックで作った世界遺産平泉中尊寺金色堂は6月16日17日の平泉復興祭期間中関知財法院などの特設会場にて一般公開をされ、その後平泉文化遺産センターや各種 PR イベントで巡回展示を行います。地域の皆様並びに平泉に訪れる観光客の皆様にご覧いただきます。そしてその後本年の秋から冬に立ち上げを計画中の世界遺産条約採択40周年記念チャリティー&エキシビジョンピースオブピースレゴで作った世界遺産で第3弾の作品として日本全国への巡回を予定しており、各地の皆さんに東北岩手世界遺産平泉の魅力を伝えてまいります。さあでは今回制作いたしました世界遺産モデル平泉中尊寺金色堂並びに世界遺産と世界遺産を守り伝えていく活動を行うユネスコ活動についてご紹介させていただきたいと思います。まず世界遺産平泉についてご紹介させていただきます。平泉は2011年6月に文化遺産登録をされ国内で12番目、東北では初となります。日本固有の自然崇拝思想などと融合した仏教、特に浄土思想に基づき仏国土を現世に表現するという独特の地形であることが評価されました。今回のモデルの対象になった中尊寺金色堂についてですが、中尊寺金色堂は戦乱で亡くなった者たちの霊を敵味方なく鎮魂する理想の平和社会の象徴として作られた金色の堂であります。奥州藤原氏初代清平により造営されました。堂内外を全て金箔で包み、金銀螺鈿蒔絵で装飾された堂内部の3つの仏壇の中には、奥州藤原氏3代の遺体と4代安平の首級が安置されています。続いてユネスコ活動と2012年世界遺産条約締結40周年についてご紹介させていただきます。世界遺産条約は1972年に採択されました。日本ユネスコ協会連盟では未来に引き継ぐ地球の宝物、世界遺産も身近なものもをテーマに、地球上のかけがえのない世界遺産を守り伝えることへの関心を高めることと同時に、自分たちの住む町、生きる場所を大切にしようという活動を行っています。今年2012年は世界遺産条約が採択され40周年という節目の年、去る2月にはユネスコパリ本部により事務局長イリーナ・ボクバ氏を迎え、平泉でその記念行事が行われるなど国内でも様々な取り組みが始まっております。続いて世界遺産条約採択40周年記念チャリティー&エキシビジョンピースオブピースレゴで作った世界遺産展についてですが、地球の宝物世界遺産を未来へ伝えていくために、世界中で愛されるレゴブロックを通じてよりたくさんの人の心に世界遺産を守り伝えていく気持ちを育てるチャリティー&エキシビジョンになっています。本日お披露目させていただくレゴブロックで作った世界遺産平泉中尊寺金色堂も合わせて記念展示される予定になっております。どうぞご期待ください。それではレゴブロックで作った世界遺産平泉中尊寺金色堂をいよいよお披露目させていただきたいと思います。
作った世界遺産平泉中尊寺金色堂モデルです。どうぞ皆様ぜひ拍手をお願いいたします。さあいかがでしょうか。非常にこう迫力がありますけれども、レゴブロックでこんなに綿密に再現できるんだなというのがまず皆さんも思われた感想なんじゃないかなと思いますが、さあ本モデルの制作はレゴ社のモデルビルダー直江和義氏が丹念に制作をいたしました。さあそれではここからはそのモデルの特徴を直江さんからご紹介いただき、また感想などを平泉中尊寺の神の上演様ピースオブピース実行委員会統括プロデューサー梶原武史も交えてお話を伺っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。写真の図面からだけで、このブロックまで作られる直江さんの技術が本当に素晴らしいなと思って、改めて感心をしております。そうなんです。今図面というお話がありましたけれども、皆さんびっくりされると思うんですけど、実はですね、この中尊寺金色堂の設計図を作ってないそうなんですよね。ぜひその辺のお話を直江さんにお伺いしたいんですけれども、よくその設計図を作らずにここまで細部までこだわったものが再現できたなと、私なんか本当にね、こう尊敬の眼差しを受けてしまうんですけれども、すごく大変だったじゃないですか。そうですね、ちょっと場所だけですね、写真撮影も写真いいですので、バックロックの写真も、で、チェスの人から写真撮ってみますと、回収分の図面多いですね、大体の写真を準備をお願いいたします。それでは参りましょう。平泉中尊寺金色堂の会